いや、またでっかいもんが届いたな。いや、これはなんだこれ。ビニールでぐるぐる巻きにされている。なんでしょうこれは。はい、こちらね、さっきの黒いビニールを剥がしましたら、ここにフィギュアーズゼロとあります。いやいや、フィギュアーズゼロがそんなでけえわけないだろうって思うけどね。はい、でモンキー・ディ・ルフィ、豪華拳銃と書いてレッドロック。はい、こちらですね。はい、なんと 5.7 キロもあります。ほぼ6キロ。いや、これちょっと半端じゃないな。フィギュアーズゼロで一番でかいんじゃないか。届いた時ね、海外のガレージキットかと思っちゃった。そんぐらいでかい。早速ね、これの箱見ていきましょう。はい、ということでね、外箱一周回してみましたがね、あまりのデカさにめっちゃカメラ離してね撮りました。いや、これデカ。あのね、前に出たね DVD のログボックスの表紙になったフィギュアとか、あのシリーズと同じぐらいの大きさだね。でもフィギュアーズゼロなんですよ。いや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 、史上初じゃない、この大きさのフィギュアズゼロは。いやー、びっくらこいた。こんなでかいと思わなかったな。で、側面にはね、ルフィの顔がデカデカと写真でアップされてますね。いや、これはすごい。はい、で、裏面はね、こういうシーンというか、角度違いで撮った写真ですね。で、こちらが元となったシーンです。まあ、アニメの一部のシーンですね。うん。テレビアニメワンピース1015話、麦わらのルフィ、海賊王になる男。はい。その時の一場面。このシーンですよ。このシーンを立体化させたっていう。いや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 。だからとて、でかすぎるやろ。いや、すごいな、これは。はい、書いてありますね。はい、アバウトですけど、45センチ。縦45センチ。奥行き46。で、横幅30。いや、なんちゅうバカでかいフィギュアだ、これ。しかも重い。本当に。いや、これ中どうなってんだろうな。なんかもう、疲れそうだな。まあ、疲れそうだし、編集すんのもこれ大変ぞ。はい、今ね、蓋を開けましたけれどもね、スポンジです。もうこれ、瓦礫ですよね。で、ここに説明書が、説明書の組み立て図なのか分かんないけど、記載されてますね。っていうことは、中に説明書はないのかな。とりあえず、どういう感じで入ってるかっていうのもね、お見せしたいと思います。はい。一応ね、箱から出しましたけれどもね、フロントって書いてあるんで、こちらが手前に来る感じでいいのかな。一応今上に向けてる感じですね。はい、では蓋を開けてみましょうか。はい、いや、やばいなこれは。まずね、エフェクトがこのデカさですよ、私の手に対して。で、ここにこれは何だろう、ポストカードぐらいのサイズの、なんだろうね、フィギュアズって書いてあるけど、まあポストカードっていうかライセンスカードっていうか、そういうのかな。で、ルフィに腕ですね、この黒いのは。はい、ディッシュ。いや、これはすごいでしょ。組み立てたらやばそう。じゃあ早速ね、この発泡スチロールから出してね、パーツを見ていきましょう。はい、とりあえずね、出しました。いや、あのね、
いやー、これこのエフェクトがねめちゃくちゃ重いね。うん、これが一番重い。これだけで多分4キロ以上あるかな。うん、こんなんですよ。でもね、エフェクトの先がめっちゃ尖ってたりするんで、これ怪我とかしないように皆さんね開封してください。うん、特にお子さんにはね一人でやらせない方がいいですね。うん、これ怪我するし、ちょっとでもねなんか引っ掛けたりしたらポキッて折れそうなぐらい繊細な感じしますね。うん、本当ガレージキットみたい。あのレジンとかじゃないと思うんですけれども、うん、でもそれでもね引っ掛けたら折れそうなぐらい細いところが多いです。はい、で次にね、はい、腕ですね。腕じゃないように見えるけれども、はい、ルフィのね右腕ですね。はい、これめっちゃ軽いです。もうほんと全然軽い。うん、もう完全なプラスチック。はい、続いて支柱がね大小2本あります。はい、長さの違うね。肝心のルフィ、こちら、はい、やばい、めちゃくちゃかっこいい。何このルフィ、うーわ、すげえかっこいいな。めっちゃんこかっこいい。このね怒ってる感じ、怒って叫び顔で、このね、目の特徴的な感じ、いや、よく再現されてるな。いやー、すげえ。うん、もう塗装とかもすごいなこれ。日本もねやればガレージキット以上のデキとか作れますね、やっぱり。うん、こんな大きい造形物はガレージキットだけかと思ったけどね、海外の。うん、いや、さすが日本も頑張ればできる。いや、すごいな。いや、すげえ。この足の感じとかもすげえリアル。指の一つ一つもすっごい造形されてる。しかもね丁寧に塗装もね細かくされてますね。はみ出ることもなく。これはやっぱりね日本のチェックが入んないとできないぐらいの繊細な塗装技術ですね。いやー、すげえ、やば。フィギュアーズゼロ史上最強じゃねえかこのフィギュア。はいはい、あとこちらですね、支柱に取り付ける補助パーツ、うん、こちらがビニールに入ってました。で、気になっていたポストカードみたいなやつですね。はい、まあ白押しですね。白押しのほんとポストカードサイズです。裏面はねあの説明書きですね。うん、この説明書きも白押しですね。魂を込めた最高峰のスタチューフィギュアシリーズって書いてあるね。うん、スタチューなんだね。はい、でこれとあとはこのね支柱の取り付け方ですね。うん、支柱をどこにどのように取り付けたらいいのかっていう説明書が付属してました。はい、では早速組み立てていきたいと思います。
一応ね、すべて取り付け終えました。はい。いや、めちゃくちゃでかいな。やば。取り付けるときね、結構きつかったんで、ちょっと前後に揺らしながら入れたんですけれど、ちょっとね、壊れそうだったんで、ここは注意してね、取り付けてください。下手したらちょっとポキっていっちゃうかもしれない。で、ルフィのところもそうだね、腕のところとかちょっと危なかったね。ちょっと結構硬かったんで、はい。で、炎なんですけれども、まあ、炎というかエフェクトの部分、エフェクトの部分なんですけれども、こちらの支柱を取り付けるんですけれど、2本ともエフェクトの部分に取り付けるんで、特に必要ないかなと思うんで、私はね、まあ、外観とかもね、ちょっと見栄えが悪くなってしまうんで支柱はつけません。花からね、この状態で、保ってるんで大丈夫かなと思います。まあ、ここにもね、注意書きとして書いてあるんですけれども、本商品はリアルなデザインを追求しております。大型で重量があるため、時間の経過によっては多少の変化が生じる場合がありますと書いてあるので、で、こちらのね、アームと組み合わせで炎エフェクトを支えてくださいっていうことなんで、まあ、そこまで劣化してね、下がってくるってことはないと思うんですけれどもね。なので私はちょっと取り付けはしません。まあ、見栄えがね、悪くなっちゃうんで、このまんまで大丈夫かなと思います。よほどね、高温なところに置かない限りは変形とかしないと思いますけれどもね。いや、めちゃくちゃでかい。いや、これね、いつものね、背景に変えて撮ることはできないんで、まあ、このままね、この台座で回転させて見ていただきたいと思います。はい。これはマジでやばい。まあ、新品で買えるとしたら Amazon とかでまだ新品で売ってると思いますけれども、あとはフリマとかオークションだったら、多分まだ今なら定価以下か定価前後ぐらいで手に入るんじゃないでしょうか。ただこれに関してはね、もしかしたら高騰する可能性がありますね。めちゃくちゃね、出来がすごいんで、これを見て気に入りましたらね、皆さんもぜひ購入して手に取ってみてください。ただね、大きいんで場所取ります。あと箱取っておく派の人にとっては箱もかさばります。はい、それだけご注意ください。ではね、回転させてお別れしたいと思います。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。